こんにちは、教えて台湾のともです。今日はですね、台湾の飲み物をまたいくつかご紹介したいなと思っております。今回ご紹介するのはね、5つご紹介したいと思います。こういったもの3つとこの2つでございます。ちょっとよく見えないですね。はい、1つずつゆっくりご紹介していくので、最後まで見ていただければと思います。早速1つ目ご紹介したいと思います。1つ目はこちら、レンチンチンロースンズ。ロースンっていうのがアスパラガスでございます。このパッケージにも あるのでわかると思うんですけど、ザ・アスパラ、アスパラガスジュース、アスパラジュース。私これ飲んだことないんですよ。台湾で結構有名どころらしくて、この前ご紹介したヘイソンサースと並ぶくらい結構有名らしいドリンクで、アスパラガスジュース。もうこれさ、パッケージマジで気になるんだよね。これはいいじゃん、アスパラじゃん、どういうこと、どういう状況っていう、この露出がすごいお姉さんがいらっしゃるんですけどね。え、全く体力増強、健康増進とか、だから多分栄養ドリンクっぽいのかもしれません、こちら。まあ、早速、アスパラどういう味なんでしょうね。まあ早速飲んでいきたいと思います。せっかくだから中身をお見せしたいなと思いまして。あ、アスパラの香りで、アスパラスーパーとかでアスパラ売ってるじゃないですか。まあ、あれを直に嗅いだような香りがする。まあ、あんまこう直で嗅ぐことないけど、野菜な香り、アスパラな香りが漂ってきております。色はこんな感じで、色だけで言うとちょっとリンゴジュースっぽいかもしれない。ほら、これだけ見せられたらリンゴジュースじゃない。うん、でも香りはやっぱりアスパラガス。まあ、早速いただきます。ん、お、甘い。え、とっても甘い。マジ甘いわこれちょっと想像と違った。マジで、おお、甘い。結構甘いよこれ。水と砂糖とアスパラエキスと、なんかちょっとだけ酸っぱい成分が入ったみたいな感じ、イメージ的には。で、酸っぱさよりも甘さが勝つ。え、結構甘いよマジで。え、飲んでみていただきたい。個人的にはごめん、そんなに好きじゃないでも飲める。口が受け付けられるとかそういう感じじゃない。いけるんだけど、ちょっとこれ以上は飲みたくないような気がしなくもないみたいな感じ。体に良さそう、体に良さそうな味がしております。やっぱアスパラなんで、アスパラなんかちょっとやっぱ体にいい成分、ちょっと薬みたいな感じかなです。皆さんぜひこのアスパラジュース飲んでみてください。ということで2つ目いきます。2つ目はじゃあこれにしよう。フォーミーゴザイツでございます。これはちょっと甘い蜜が入って、まあ、でもゴザイツだから野菜ジュースですね。体に良さそう、もう朝に飲みたいかもしれない。これ今3時だけど、はい、で多分普通のね、よくある野菜ジュースに近いんじゃないかなと思います。早速いただきます。そうそうそう、ストローだいたい後ろについてるじゃないですか。日本のストローって上からさ、ここ下ろすじゃん。台湾のやつね、逆の方がいいかもしれない。っていうのは、日本のものは刺す方が下にあるじゃないですか。もうこっち上にあるんですよ。だから今これ下ろそうと思ったら、先っちょのとんがってる部分がグサッて刺さってちょっと痛かったです。はい、っていうのはどうでもよくて、はい、じゃあ早速野菜ジュースをいただきます。うんうん、おいしい、おいしい、おいしいよこれ。日本のコンビニとかで手に入る野菜ジュースよりかはちょっと味が優しいかも。こっちの方が薄いっていうか、ただ薄いだけじゃなくて、ちょっと優しい、優しいわ。で、日本の例えば野菜生活とか、ちょっとオレンジジュース感が強くないですか。オレンジ強めじゃない。これね、パイナップルかな、パイナップルがちょっと強めな印象がある。さすが台湾だね。これ美味しい、朝に飲みたいかもしれない。うん、体にいいです多分。ということで、じゃあ早速3つ目いきたいと思います。3つ目はこれ、マイシャンホンチャ。このマイっていう字がちょっと難しい字なのであれなんですけど、要は麦です。麦の香りのホンチャ、紅茶。これはよくあるやつ、よくあるやつじゃ分かんないね。台湾のコンビニとかでよく手に入るやつ、もう今でも覚えてる。コンビニの冷蔵庫、飲み物がいっぱい入ってる冷蔵庫の左上の一番上にこのシリーズがあったのをとても覚えてるんですけど、これ一応今回はホンチャ、普通の紅茶、ストレートティーのバージョンを飲むんですけど、確かね、このマイシャンナイチャ、ナイチャもありました。
ミルクティーもございますので、まあぜひチャレンジしてみてほしいなというところでございます。早速いただきます。これね、あるのは知ってたの、ずっと昔から。でも飲んだことがなくって、実は初挑戦。え、ストロー短い、え、大丈夫そう。え、いやいやいや、見て見て、この長さじゃないですか。ストロー伸ばせないんですよ。伸ばせなくてこの長さ、え、埋まっちゃうじゃん。え、どういうことどういうこと、どうやって飲むの。あ、ギリギリいけるかぐらい。まあいいや、いただきます。あー、優しい味がするね、これ。とても優しい味がする。前シアンの前麦って言ったじゃないですか。だからなんだかちょっと麦茶みたいな香りがするね。調べてみたところ、確か麦茶と紅茶のミックスらしい。いいね、ありだよ。麦茶、麦茶と紅茶ってこんな合うんだってぐらい今私びっくりしてる。ありかも。これミルクティーバージョンも絶対美味しい。おすすめ、ぜひ飲んでみて。はい、ということで次は4つ目ですかね。4つ目はこちらです。リートゥン、リートゥン、チョコリーナイツァー、チョコリートのチョコレート、ナイツァーはミルクティーでございます。こちらリートゥン、リートゥンってわかります？もうこの色とマークでわかったよね。そう、これね、リプトンでございます。リプトン、リプトン、何でも当て字にしちゃうから。リートゥン、これね、チョコレートなんですよ。バリエーションが多い気がする。乳製品の台湾の飲み物って、例えば今回のさ、チョコリーナイツァーもそうだけど、シンプルな牛乳だけじゃなくて、私大好きなんだけど、チョコレート牛乳とかもスーパーとかで普通に売ってるし、いろんな種類が結構デカめのやつで売ってるんですよ。ということで今回結構楽しみにしてるんですけど、このリプトン、いただきます。あー、あ、美味しいよこれ。美味しい、とっても美味しい。なんかね、なんかスタバにありそう。ないか。ないか。普通のロイヤルミルクティーなんだけど、でも上にチョコがかかったみたいな、そういう感じ。あくまでもミルクティーだけど、チョコがしっかり効いててとっても美味しい。これいいね、ちょっとこれ気に入った。じゃあ最後、最後はでん、コーヒーです。ミスターブラウンって書いてある。ボーランカフェ、ボーランカフェ、ボーランっていうのはもうあのブラウン、ブラウン、ブラウンから来た、音で来てる感じ。ボーランカフェ、これね、台湾のチェーン店かな、確か結構有名なところだったと思います。お店もあったと思います。っていうコーヒー、ちょっと飲んでみたいなと思って、今回、せっかくだからご紹介したいなと思います。今散々甘いの飲んだからさ、最後にこれ、苦すぎるんじゃないかなっていう心配を少しだけしている。一応これ、イエンウェイ。イエンウェイってなんだろうね。イエンウェイはわかるんだけど、どういう意味なんだろうね。イエンウェイってノーマルなんだけど、大体ノーマルのシンプルなあれなんだけど、このノーマルがブラックって意味なのか、今回で言うね。え、でもここ、飲んでみます。はい。うん。甘いじゃん。甘いよ、これ。カフェオレ、カフェラテ、カフェオレ、カフェオレのが近いな。カフェオレでございます。あ、いいね。癖がない、このコーヒー。甘すぎない。甘すぎず、でも別に苦いわけじゃなくて、とっても飲みやすいカフェオレですね。え、いいかも、これ。へー。知らんかった。ぜひ台湾でコーヒー飲みたい方はこちらをぜひ買って飲んでみてはいかがでしょうか。ということで今回台湾の飲み物を 1,2,3,4,5 つご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。ぜひ楽しんでいただけたのなら幸いでございます。もうね、もう一生忘れないこの味、みんな飲んでマジでこれね。はい、ということで今回の動画はここまでにしたいと思います。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。